僕の名前はヒューガ、アストルティアを旅する冒険者だ。生まれ育った故郷を滅ぼされ、命を落とした僕は他人の体に魂を移し、広大なアストルティアを旅することに。時の妖精キルルといろんな時代を飛んで、たくさんの人に助けられ、背中を押されてここまで来た。滅亡の未来からこの世界を守れるのは僕しかいない。僕はフラッシュだ。生きちゃった。前回までのドラゴンクエスト10は、私の腕が未熟なばかりに計画に必要な血脈の結晶の錬金に手間取ってまして、この上はどなたか優秀な錬金術師の方に代役を頼もうかと。誰かいるか、ディアンジの方から。あ、いるじゃん。タミクさんのならば、ためならば協力もしよう。じゃが相手が王族なら話は別よ。わしゃ指一本動かさんぞ。うわお前ガキか。てかその顔やめろ、お前ムカつくな。もう、ああ桃太郎、うわー怖え。くそ、何もかもドミネンスのせいじゃ。わしから仕事を、地位を、生きがいを全て奪ったドミネンスのクソのせいじゃ。人生は草だとうつむいて、腐ってしまった人の救いとなる。そんなご主人に戻ってほしいんだもん。たまにはお前の顔を立ててやるか。飲んでやるのじゃ、このクソほど苦い薬を。見苦しいところをお見せしました。こちらがご所望の地脈の結晶です。変わりすぎだろ。持ってきたよ。いやいや、ヒューガさん、その晴れ晴れな表情は、もしや地獄の化粧持ってきてくれ。早いね、気づくの。持ってきたけども。持ってきたよ。獣人のワグミカに錬金してもらったことなどを話した。ワグミカ様といえば、私がアルケミアに勤めていた頃所長だったお方。私からすれば雲の上のお人でしたよ。錬金術から足を洗い、隠居生活を送ってると耳にしましたが、そんなお方の心を動かすなんてさすがですよ。いや、俺のおかげじゃねえんだよ。ファラスさんのおかげなんだよ。もうファラスさんになっちゃうね。ファラスじゃなくて。そうそう、私の方でも作戦に必要なもう一つの道具、探知のロッドを完成させました。お受け取りください。おっと、お探知のロッド、おー、もらった。おー、オッケーオッケー、ありがとう。それではクオート様がから伝えられた作戦の詳細をご説明しますね。あまり知られていないことなんですが、大地の底に流れる地脈エネルギーというもののおかげでこの島を支えられています。おー。ですが、その地脈エネルギーが枯渇しつつあり、遠からずエテーネ王国は島ごと水没すると予測されているんですよ。この地脈エネルギーな、調査の結果、地の底に潜む何者かが地脈エネルギーの減少に関わっているという原因を突き止めました。そこで地脈エネルギーが枯渇してしまう前に一旦手元に集めて、退避させようというのがクオート様の作戦なんですよ。あー、なるほどね。一旦地脈エネルギー吸収しちゃうんだね。なるほどね。ここでさっきお渡しした探知のロッドが 大活躍なんですよ。今試しに使ってみてください。私の家の中でも外でも大丈夫です。オートキンベルで探知のロッドを使ったら続きをお話しするので声が。え、今使っていいの？これでしょ。ちょっと使ってみようか。地面を叩いた。ピピ、ここから。え、湧いてん、湧いてん、降ってん、湧いてん。西へ154、南へ6号だよ。これ歩数か、なんか昔のドラクエみたいだな、これ。なんか昔のドラクエみたい。お、探知のロッドを使っていただけましたか。失礼。座標を示す数値が聞こえましたよね。この数値がですね、湧いてんの融点だわ。融点って読むんだな、とりあえずは。融点という地上から地脈エネルギーを吸収できる場所とヒューガさんの距離を示しています。この2つの数値が両方ともゼロになる地点を目指してください。そこがオート・キンベルの融点にとなります。そこで注意してほしいのは、融点とは目に見えたりしないということです。わかりやすく光ってたりしないんですよ。融点まで移動したら大事なものから、地脈の結晶を使ってください。おーっと、なるほど、わかった。言うてまで、オートキンベル、エテネ王国領、バントリュー地方にそれぞれ、なるほど。3つあるのか。ヒューガさんにお願いしたいのは、3つの言うてんで地脈の結晶を使い、地脈エネルギーを吸収することですよ。3箇所の地脈エネルギーをの吸収が完了したら、クオード様への報告をお願いします。おい、地震が来た。うお、
まずいですよ。こうしてる間にも地脈エネルギーがどんどん減少しているみたいですよ。ただでさえ減少してるのに地脈エネルギーを吸収したら余計に水没が早まるんですって。その通りなんですが、地下の元凶を排除するにはこの方法しかないんですよ。今は私を信じてご協力ください。わかった、じゃあやってみようか。どこよ。ここが湧いてんだ。間違えた、融点だった。ここが融点だよ。融点だよって言ってくれるんだな。うん、地脈エネルギーを消し、うん、やろう。 OK、 すげえ。よし、さあ吸収しちゃうぜ。おっしゃー、集まれー、オラに元気を分けとくれー。足元の融点から地脈の結晶に向かって莫大な地脈エネルギーが流れ込んでくる。おっしゃー、吸収したぜ。うわっと、これ地震がやべえだろうな。で、他の地方だな。じゃあ、一旦バントリュー行くか。あ、やべ。当たる、壁に当たる、ギャー。よし、ドミネウスじゃねえ、間違えた。ドミネウスさんだよ、ふざけんなよ、死ね。ごめんなさい。ここ。ここだ。どうだ、塚田ピー。ここが融点だよ、ここが融点だよ。やった、吸収しちまうぜ。地脈の結晶、オラオラに元気を分けとくれ。足元の融点から地脈の結晶に向かって莫大な地脈エネルギーが流れ込んでくる。あー、よし、完璧や。ビビー、おーっしゃ、2回目で成功したぜ。ここが融点だよ、ここが融点だよ。おやつかぜ、融点地脈の結晶、さあこれで完璧や。これで3つ目だよね。うおー、わらに元気を分けてくれ。やった、吸収した。おう、やったね、ヒューガ。今ので地脈エネルギーの吸収完了よ。クオードに知らせに行きましょう。オッケー、さあ行くか。軍区画だね。持ってきたぞ、おいさまっしぐ。持ってきたよ、クオド。よくやってくれた、ヒューガ。3つの融点から地脈エネルギーを集めてきてくれたようだな。今この大エテーヌ島はリプローネコーチに埋蔵されている地脈エネルギーだけで支えられている、支えられている状態にある。リプルネコーチにも融点は存在するが、あえて残しておいたんだ。地脈エネルギーを食い荒らす元凶は唯一の餌場を求め、リプルネコーチにある黒曜の隕石鉱を目指すだろう。あー、そこね。うん、お前が黒曜の隕石鉱に行けば、待てよ。地底の元凶は地脈の結晶に集められた莫大なエネルギーを感知して地上に出てくるはずだ。なぜなら黒曜の隕石鉱こそリプロネコーチの融点であり、彼女には底知れぬ深さを持つ亀裂があるからだ。出現した元凶を排除する手段はディアンジが用意している。あいつには黒曜の隕石鉱でお前を待てと命じておいた。そっか、自然現象とかじゃねえんだもんな、エテーネが滅んだのって。さあ、あと一歩だ。黒曜の隕石鉱はリプロネコーチの東の端にある。この国を水没の未来から救ってくれ。わかった、さあ行ってみようか。で、それもう俺登録してるからね、もう一瞬で行けるぜ。さあ行こうじゃねえか。あ、で、ディアンジ先に来てんな。お、大丈夫か、ディアンジそこにいて。お前やられねえよな。おう、あ、ヒューガさん待ってましたよ。あの亀裂の遥か下に水没の元凶が餌場に、元凶が餌場にしてる地脈エネルギーの融点があるんですよ。おっと、ここね。島にある3カ所の餌場を失った元凶は残された融点、つまりこの真下に必ずやってくるはずなんですよ。なるほどな。へへ、まあ全部クオド様の受け売りなんですけどね。いや、でもよくやったよ、ディアンジさん。
ねえ、そうそう、ヒューガさん。地脈の結晶をこちらに。オッケー。うん、渡したぜ。ちょっと待ってよ。あ、合ってるな。これ、こいつはディアンジで合ってるな。おい、ちょっとディアンジに化けた誰かと思っちゃった。違うな。今からその元凶をおびき寄せます。なーに、どんな化け物が飛び出してこようとも、備えはバッチリです。まあ、見ててください。おっと、大丈夫か。ん？おっ、あ、地脈の結晶、こういう感じなんだ。なるほどね。今ここにあるのは地底の餌場の3倍に相当する量の地脈エネルギーなんです。奴は餌場よりこっちに食いつくはず。おお。さあ、食いしん坊さん、こっちにもっともっと美味しい餌がありますよ。大丈夫かこれ。ちょっと、匂いが、匂いが漂ってる。おっと。おっと。おっと。うわ、あ、こいつあれだ。ああ、思い出したか、さっき読んだじゃねえかよ、俺。残悔じゃなくて、四悔だ。あの、四悔所長のさ、飼ってたペットだよ。あいつがいて、うわ、四悔所長、あいつクソ野郎だな。あいつのせいでエティネが滅んだんじゃねえかよ。こいつはとんでもない大物ですよ。こいつのせいじゃん。でも大丈夫ですよ、ちゃんと奥の手を用意してますからね。おっと、何？え？何？早いな、足早い。何？え、何やってんの？おっと、あ、すごいだ。おお、おお、すげえ。おお、ディアンジすげえ。おお、やったな。これにて一件落着ですよ。二人とも使う。ちょっと待てよ、これ一体だけじゃねえんじゃねえ？他にも何体もいいんじゃねえ？それにしてもこの封じたままのとここで見覚えがあるんですよね。画面ゴミに似てて角笠も四悔所長だよ。そうですよ、四悔所長の飼っていた魔法生物のメガルダイン。おおじゃねえよ。あ、じゃ、待て、まずいよ、まずいぞ。あ、割れた。あ、ディアンジ、ディアンジ逃げて、一旦逃げて、ディアンジ。まずい。ひえ、どうしましょう。そう、手芸の時代ですよ。大丈夫、倒せばいいんだよ。このあたり一旦引き返して援軍を呼んでくるしか。任しとけ俺に。そんなことしてたら逃げられてしまうわ。ここで倒すしかないわよ。あれ、いける？メラディさん、あ、そのブーメランは、あー、賢者にもらったやつだ。私も援護するわ。オッケー、ありがとうメラディさん。うわ、心強いぜ。さあ、強いでいっちゃおう。経験値が欲しいからな。さあ、まだ元気タイムだ。そして料理の効果もある。あれ、メラディさんは、あれ、あ、いや、あ、別に一緒に戦ってはいるけど、あれ、そんなに参戦してくれない感じ。あ、やべ、こっちじゃない、先にやるべきもの。うお、だいぶ使う、なんかすごいね、だいぶすごいねこれね。待って、一旦よし、オッケー。おい、バコーン。あー、メラージさん、シャインスコールとかやってる。おー、いいじゃない。あ、ちょっと待って、なんか降ってきそう。いやー、この、いや、フォースブレイク割とありなんだよね。おい、あ、割じゃね？あ、終わった。やった、俺も結構火力出せたな。よーし、オッケー、16万。あれ？あ、そうだよな。俺、115レベルの確か弓、もう買っちゃったんだよな。早く115レベルにして。よーし、倒したぜ。うん。もうこうやって枯渇してる原因ねえからな、大丈夫じゃん。あんな凶暴なやつを仕留めるなんて、さすがヒューガさんですよ。だろ、大魔王も倒したからな俺は。あ、でもメリアデ様まで戦うなんて、もしクオート様が知れば心配のあまり怒り出しかれませんよ。いや、でもな、そんなんで怒ったらメリアデ様も一つや二つ言いたいことあるもんな。うん、そりゃどうかしらね。あの子も私ももう子供じゃねえから。うわ、そうだよな、ほんとな。おっと、地脈エネルギーが枯れた状態が続いて、大エテーネ島の地盤が不安定になってます。この地震はきっとそのせいでしょう。こうしてはいられません。地脈の結晶に集めたエネルギーを至急大地に返しますよ。おっと、これ大丈夫なの？返して OK？ お、え、大丈夫。あ、そうか、地脈に流せばいいのか。おー、いいね。これで、うわー、すげえ、なんか、賢者の石のさ、魂が飛び出しててる時みたいに似てた、今の、エフェクト。あれ？待って、これ大丈夫？あ、この結晶、あ、大丈夫だね。オッケー。
全部流し込んだが、これで平和になったか。え、本当に大丈夫これ。あ、キュルルが出たぜ。ウィー、今未来が変わったキュー。どうやらこの島が水没する未来を回避できた。え、そうなの。え、未来でもあんの、エテーネと。マジで。え、それマジで。え、ニャンジ、大手へ戻りましょう。強度が、記憶保護じゃねや。切符を待ってるわ。はい。ちょっとキュルルを混ざっちゃった。はい。はいです。ふい。行きましょうぜ。うん。持ってきたぜ。お、いるね、ザグルフも。その顔、どうやら水没の元凶を倒してくれたようだな。ザグルフの直感は正しかったわけだ。ん？え？ザグルフですって。なんでなんでなんで。以前は感じられた元凶の気配が消えたので、国営の隕石庫まで行って調査してきた。え、なんでザグルフが。ん？というわけだ。お前たちの晴れやかな顔と合わせて考えれば計画の成功を確信できたよ。ちょっと待ってよ。もう、え、だってなんかこれだけで終わるのはなんかおかしい気がするな。いや、おかしくはないんだけど、なんかやだな。なんかこの後に起きそうで怖いんだよな。ご報告の手間が省けたようですね。地震もピタリと止んだし、結晶に集めた地脈エネルギーはちゃんと大地に返したんだな。はい、すべて抜かりなくだな。ああ、礼を言う。お前たち、エテーネの滅びは無事回避できた。ああ、そうだな。地の底にうごめく元凶の存在に気づき、居場所を特定したのはザグルフだったな。お前の観察眼には何度も助けられた。いやー、もったいない、お方ば。いやー、でもな、この、いやー、この幸せの裏にやるんだよ、いろいろな、それがな。そしてディアンジ、計画に必要な数々の錬成物をよくぞ揃えてくれた。心から感謝する。私だぞ、大したことはしてませんよ。そもそも自力では地脈の結晶は錬金できず、ヒューガさん頼りでしたし。そんなことねえな。自分の至らないところを素直に認め、人を頼ってでも成果を上げようとした、その柔軟な判断を評価しているんだ。いや、この優しさをな。ほんとメリアデさんの言った通りだよな。なんでこの優しさをガテリアとかウレベアの人にね、向けてあげらんなかったのってことだよな。クオード様、そんなことをおかげでもないなんて私感激ですよ。いや、それからヒューガに姉さん、こんな俺の言葉を信じてくれてありがとう。まあ、罪悪感持ってんだな、こんな俺っていうってことは。やっぱりヒューガには礼を用意してやる。ささやかだが、受け取ってくれ。90万ポイントももらっちゃった。おー、10万、嘘。初めてゴールドこんなもらったストーリーで。うわー、すげえな。ときみの箱に頼り切っていた我が父、ドミネウスが成し得なかった滅びの回避を、自分たちの力だけで成し遂げたんだ。そうだな。ここは祝いの宴でも設けたいところだが、お前には大事な用があるんだったな。そうなんだよ。リアンジ、ザグル、下がってくれ。後でまた連絡する。うん、そうだな。さて、マデ神殿のことだがな、王宮の消失に伴い古文書の大半が失われ、調べるのにかなり骨を折ったぞ。あれ、これ時の神殿の鍵か。あれ、この鍵を覚えているか、ヒューガ。古の時代に封じられたマデ神殿の扉は、この時の鍵で解放できるらしい。あ、そうだよな、やっぱ時の神殿の鍵だよな。うん、こいつは王家の秘宝に通ずるための王たる者の証。マデ神殿もまた秘宝の一つというわけだ。なるほどな。てか、マデ島とマデ神殿って同じなんだよな、やっぱ。最初に見に行った扉だな。今回は俺も同行する。これが王としての最後の仕事になるだろうからな。
王としての最後の仕事。え、お前は王になんないの？リプロネコーチの北西にある、マデ神殿の扉を開きに行くぞ。うわぁ、複雑、めっちゃ複雑、ちょっと複雑だわ。グオード、お前複雑だよ。お前、俺の心境どうしてくれんだよ。さあ、マデ神殿と通じる扉のようだ。謎の物質で固められた扉はとても開きそうにない。を同行しているクオードに、扉の封印を解除してもらおう。うん、クオードは封印された扉の表面に時の鍵を押し当てた押し当てた。おーっと、扉の表面を覆っていた物質が溶けるように消え、おー、マジか。あ、ほんとだ。これで先へ進めそうだな。マデ神殿の中がどうなっているかは文献を紐解いてもわからなかった。何が起こるか俺も予想できない。慎重に進むとしよう。わかった、行ってみるか。ね、マデ島じゃん、あっち。あれマデ島だよ。あれマデ島じゃん。あー、ここ繋がってる。地続きだ、地続きだ。ディプローネの左端だよな。あー、なんとなくあった、なんとなくわかった。あの左の方あんじゃん。あそこら辺にマドテ、マドテってなんだ、マデ島あるんだな。なんかある、光る障壁が目の前に立ち塞がっている。え、なにこれ？え、これ通れねえじゃん。あ、キュールール。どうやら僕の出番かね。外からの訪問を拒絶するこの光から時渡りの力を感じるけ。けど、時の妖精たる僕には通用しなきゃ。こんなのちゃちゃいのちゃいきゅ。おっと、キュールールさすがだぜ。てか、ここに来てキュールールのなんか大きさがめちゃくちゃちっちゃいんだなってのが分かったな、なんか。さあ、通れになってけ。なんだ？え、どうした、どうした、キュールール。おお、重いのが消耗してしまったけ、しばらく休ませてもらうけ。心配いらないけ、ちょっと眠たら回復するけ。眠るの早いな、キュルル。やった、ありがとう、キュルル、さすがだぜ。え、てかさ、今思ったけど、メレアでさ、あ、あー、もうモロじゃん、モロあそこじゃん。うわー、ちょっと一回、あ、引き返せ、この先へ進むこと感化するにあたわず。え、突然何者かの声がヒューガの頭の中で響いた。おっと、え、何者だ、怪しい奴め。この神殿は我がエテーネオークのものだ。ん、え、無知神になる、無知神なるかな、あれ、無知神なるマデ氏族の末裔が王家を名乗るが、無様なり、無様なり。あれ、あれ、マデ氏族の末裔なの？あれ、エテーネ王家の末裔じゃないの？ここの3人、まあ3人、まあ3人か、3人は。自ら封じた扉を開き、再び時見を憂いに来たのだろう？ん？合ってる？恋、あ、恋だな。恋だ。恋に来たんだな。うん。恋に来たのだろう？だがお主らの思い通りにはならん。引き返すのだ、マデ氏族の末裔よ。誤解があるみたいね。ときみをときみを求めてきたんじゃないわ。私たちは地獄の迷宮への手がかりがここにあると聞いてやってきたのよ。ときみの迷宮、時の牢獄、時空の狭間と呼ばれるあの場所を主は何故目指すのか。ときみの箱を破壊するために。そうだな、主らの祖先が生み出したあのおぞましき箱を破壊しに行こうというのか。面白い話を聞いてやろう。まっすぐ進み、我が元へ参れ。うわうわ、これは何なんだろうね、この像は。事件だな。